皆さんこんにちは。今回の動画はこんな感じのいつもやってる毎日メイク最近のアップデートバージョンを紹介したいと思います。前に比べたらナチュラル目になったと思うんですけど、まあ、全体的にどうかっていうと、まあ、アイシャドウの色がちょっと穏やかになったのと、いつもやってるメイクの中でちょっと濃いフルな感じのメイクを紹介してます。もう少し切り抜いていけるところとかはもう割と省いちゃったりとかして、いつもやってるので、気になる方はこのままご視聴ください。ハクスリーのプライミングエッセンスラディアンスレイヤー美容エッセンスということ で化粧水塗ってる状態なんですけど、乾燥がちょっと気になるので、これを何だろう、下地の前に潤い補給させて、なんか適度にベタつかずに保湿してくれるのでお気に入りの美容液です。下味なんですけど2パターンあって、長時間かけるとこっちの UV アルバのトーンアップサンクリーム、日焼け止めクリーム SPF50PA4+ の方を使うんですけど、まあ、夕方ぐらいに出かける時とか、こっちクレドボボーテのウォールイドラタンロングトゥニオンです。こちらは、化粧持ちがすごい良くなるのでお気に入りで、あともう一個はこちらですね、コスメデコルテのグローライザー、人気だったやつで、ツヤがね結構入ってるタイプなんですけど、もう全然ないんですけど、これも SPF そんなにこの2つは入ってないので、夜出かけるときはこっちの2つどっちか使ってます。クレドボーディックか下地を塗っていきます。でクレドボーの方は化粧持ちがすごい良くなる、なんかこうビシッとこうファンデーションがくっつくので、長時間出かけるときは日焼け止めと合わせてもいいですし、ちょっと出かけるぐらいだったらこれは使わなくてもいいかな、まあ、TPO に合わせてっていう感じです。下地はだいたい塗ってから5分ぐらい置いてこうなじませてからファンデーションも乗せるタイプなので、まあ本当はねファンデーション塗ってからアイシャドウ塗ると思うんですけど、私はこうもうアイシャドウ塗っちゃいます、暇なんで。使ってるのはですね、こちらモースの7番かな、ブラウンソリチュードっていうカラーで、もうねこうすごいシンプルなこの色しかないんですけど、最近メイクがナチュラルになったのでこの2色しか使ってないです。こことここ、ここの薄いカラーを塗っていきます。本当にすごいシンプルで、こうあんまりメイクにかける時間を最近抑えるようにしてます。こんな感じでブルベさんもいけるしイエベさんもいける、本当に綺麗なブラウンなんで、持ち運びも簡単だから旅行の時とかも。次はアングルブラシ、こういう眉毛とか描く時のブラシですね。で、こっちの一番暗いカラーを取って、アイラインをこう引いていく感じですかね。スパッと、ここにねちょっと暗く入れるだけ、変な感じになっても後でブレンドするので大丈夫。この字に入れてこんな感じ、目の下のところちょっとブレンドしていきます。年を重ねるごとにすごいメイクがナチュラルになってってる気がするんですよね。なんか昔のカラー動画見てる方わかると思うんですけど、結構濃かったから私ギャーローみたいな、時間めんどくさいなって思ってき始めて、こんな感じ。はい、アイラインはいつも通りこの E-UP のシルキーリキッドアイライナーブラウンブラックですね。黒のアイラインしちゃうとかなりがっつりになっちゃうので、さっき描いたアイラインのところにこう重ねて描く感じ、こういう感じです。目の際のところに描く感じ、こういう感じです。以上で目の方はだいたい完成です。すごいね、早くなったでしょ。でファンデーションは相変わらずこちらのディオールのフェイス&ボディファンデーション。夏場はこのファンデーションがすごい良くて、すごい薄付きなんだけどちゃんとカバーもあるというね、厚塗りしてる感じがなくて、私やっぱクッションファンデよりもこっちの方がすごい好きなんですよ。クッションファンデだとこう全部塗らなくちゃいけないんですけど、このファンデーションだとこう鼻の周りとおでことポンポンポンって置いて、まあ口周りとかスパパーってなじませればいいので、まあ、こんな感じで。で大事なパートです。こちら&Bのスポンジなんですけど、これ友達がおすすめしてくれて、すごいお気に入りのスポンジで、かなりね肌が厚塗りしてる感じもなく、綺麗にこうファンデーションがスッと馴染んでる感じにしてくれるので、まあ水分を含ませて毎回これで使ってます。こんな感じかな、どうですか。なんか結構サラダに近いけど、まあエフェクトがかかった感じの白い肌にしてくれてると思います。
いい感じでしょ。いい感じなんですよ。綺麗なんですよ。これちょっと薄かったところがあったので、ここら辺とか塗ります。結構こう肌感が出てるでしょ。で、ね、ここら辺はあんま変わんないんです。で、眉毛はこちらエレガンスのアイブロウペンシルです。これも4本目ぐらいなんですけど、すごいね描きやすくて、あとちょうどいい濃さなんですよね。アメリカほど濃くはないし、日本ほど薄くはないっていうところで、とってもお気に入りのアイブロウペンシル、エレガンスの隠れ名品ですね。左側の方がちょっと眉毛がねここら辺足りてないので、こうつなげて描いていきます。あんまりね、あのこだわりはございません。スパッキリッとした眉毛が好きです。こんな感じ、ちょっと濃いのでこう若干ブラッシングして整えて、でもこれだと眉毛がすごい存在感まだあるので、こちらデジャブのアイブロウカラーの、これはねアッシュブラウンっていうカラーなんですけど、これがすごい黒髪さんにはちょうどよくて、こう韓国系のメイクって眉毛薄くするじゃないですか、かなり黒い髪でも。そうするとやっぱ主張が薄くなるので、こうほんわかした感じなんだけど綺麗めの印象になります。わかりますか、こうので、これでこう色を整えてってます。毎回感じですね。はい、これでも出かけられるっちゃ出かけられるんですけど、まあ本日は毎日メイクということなので、ちゃんとやっていきたいと思います。こちらでノーズシャドウを入れていきます。はい、皆さん大好きキャンメイクシューティングパウダーのフェイスカラー4です。4のカラーの方がブルベさんよりで、ちょっとクールベースな感じので、こちらのシグマのね E40 っていうあのブラシを使ってやっていきます。でこういう感じですね。パウダーめっちゃすごく濃くはないでしょ、でもこうしっかりと鼻筋を出してくれるので、私はすごい好きです。こんな感じ、まだブレンドしてないけど、こう程よい、ここはちょっと開けとく感じですね。お、影入れます。あと唇の下、筋のこのハイライトの部分はリハのドローブっていうグローブのカラーを入れます。これ人気ですね、このパレット。すごいね綺麗なツヤ、なんかこうスワッっていうねハイライトなので、ちょっと語彙力なくて申し訳ないんですけど、こういう感じで入れて、であとは目頭にちょこちょこって入れて、はい、であとは眉毛の下にもちょこちょこちょこっと、で結構これ結構濃いので、さっきのスポンジでトン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 、気持ち薄める、はい、こんな感じです。で涙袋っていうのを描いていきたいと思います。このブラシを使います。さっき の, あの眉毛とか描くやつですね。エイジークのシャドウパレット、これ涙袋メーカーっていうので人気になったやつですね。こちらのカラー、ちょっと薄めの方のカラーを涙袋に入れていきます。こうこんな感じ、ちょっとくっきりしたでしょ。雨のカラーだけ目頭に入れていきます。キラキラ、こういう感じです。いいですね。で次はこの白とこの目をちょっと混ぜて目の下に入れていきます。はい、この感じ。涙袋が爆誕しましたでしょ。顎のシェーディングはこちらもうすり減ってるんですけど、リリビューのシママットシェーディングのグレージュトーンで、こうちょっと顎の下回りこう塗って小顔効果狙います。はい、はい、ハイライトなんですけど、シャネルのボームエサンシアルっていうのリラっていうカラーを、これ誕生日もらったんだけど、これをでもこれファンデーションの上から結構やるとファンデーションが取れちゃうので、こうトーンとねちょこ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 って乗せていく感じ、こんな感じかな。で終わりじゃないとね、なんか結構ファンデーションが取れちゃうから、本当はファンデーションの前にやってもいいかな。キラッとさせたら、チークを塗っていきたいと思います。チークはディアジアのフラッフィーブラッシュの3番のカラーを塗っていきます。チークね別になくてもいいんですけど、まあ気分です。横に入れます。どうですかね。はい、こんな感じです。
割とナチュラルめでしょ。めんどくさいんですけど工程が多くて、こちらのハイライトを入れます。ディオールスチュブラッシュチークカバーの601番です。これはね、わかるかな、ちょっと 変更パール、紫っぽい感じのパールが入ってて、ハイライトとしてちょっと重ねると可愛いので、まあなくてもいいんだけどあってもいいなっていうことで、ここら辺に乗せていきます。グラデーション、わかるかな、すごい綺麗でしょ。いや、ちょっとベージュ系にハマってるので、こちら花西湖の、G401 番、これ前も登場したんだけど、これをベースに塗っていきます。でちょっと抑えて、こんな感じですね。もう重ね付けばっかりなんだけど、シックのリップスティックの06番のなんかちょっとピンク色のカラー、こういうピンク色のカラーなんですけど、こちらをこの真ん中の部分だけ、無理して多く重ねなくてもいいんですけど、パッパランシピシピのグロス、ピンク色のグロスでちょっとプランプ効果あるんですけど、そんなに重くなくて、これを重ねていきます。こんな感じです。で最後にマスカラ、なんだっけ、ミルクタッチのオールデイマスカラ、カールマスカラの方でこれを塗っていきます。こう、これで気をつけないと、ここにつくとつきやすいんですよね、まぶたに。だからこうふわーって顔して、こうさっさーみたいな、コツが結構ねいりますね。で下まつげはまあ気分で塗ってもいいですし、塗らなくてもいい。派手にいきたいときは塗るし、塗る場合を想定して、じゃあやりましょうか。めんどくさいんですけど、毎回本当申し訳ないんですけど、マスカラまた違います。こちらのヒロインメイクのマイクロマスカラっていうことで、細いんですよね、ここの部分が。だからこう下まつげにちょうどよくて、汚れないしつけやすいっていうことで、私は下まつげだけこのマスカラを使っております。はい、こんな感じです。まあこの工程はなくてもあってもどっちもいいんですけど、まあなんかやっぱ派手だな、どう頑張っても派手だ、どっかをマイナスしないと。はい、こんな感じです。どうですかね、まあいかがだったでしょうか。これで最近の毎日メイク動画の紹介を終わりたいと思います。こういう動画作ってくださいっていうのがあれば、あのコメントしていただければ幸いでございます。それではまた次の動画で会いましょう。